みなさんこんにちは、ひまひまチャンネルです。今回はですね、こちらのクレーンゲームにウーマミニシーズン2が入ってるんですけど、これをママと10回ずつやって何個ゲットできるか、そしてその中に欲しいウーマミニが入ってたら大当たりというのをやっていきたいと思います。イエーイイエーイ。はい、ではまず欲しいウーマを選んでいきたいと思います。では今からお気に入りのウーマミニを選んでいきたいと思います。なんかね、激レアもあるんだよね。激レア、あ、ほんとだ、かわいい。もうとにかくカラフルでかわいい。決まった。何？普通の落とし子ちゃんみたいな。海73番。ママは？私ね、ジャングルかなの、この27番。思った、思った。なんかスペシャルなところもあるんだね。ほんとだ。あ、これがいいかな、この子。あ、わかる。雪原の、あの82番の子。あ、じゃあ私97番の方にする。うん、今もやっぱ27番にしようか。え、かわいいんだもん。ママ27と97。でもいいじゃん、一緒に探せるかもしれないよ。今が当たればいいのか。そうだよ。よし、では今から UFO キャッチャーやっていきましょう。では今からじゃんけんで先攻後攻を決めていこうと思います。思います。最初はグッ、じゃんけんぽい。イエーイ。ってことは、じゃあ先攻でいきます。お願いします。いきます。取れる？難しい。10回ずつでしょ。うん、10回、そうそう、まあ10回で。おー、 え何個取りよう。3つ。すごっ、ミニが3人も。あまあね、でもすごい2個取り。もうね、プレッシャーになってくる。まず2個ゲットです。やってみます。高校お、お、お、こ、お、どの辺まで行くんだろう。ほら、あ、取れない。ほら、来た。あー、強っ。イエーイ。金のウーマミニもいる。ゲット。次次次いきます。これを、あ、やば。でも上手。おっ、どうなった。ガチン。すごい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 上手。おお、ギリギリでも。せーの、よかった。今危なかった。ゲット。ひまひまちゃんばりかもしれない、私も。来たよ、来たよ。私も一回でも。やってる。それで今どうやって。楽しみ、中身も。ああ、でもまだね。よかった、行こう。でもこういう感じ。ミニウーモちゃん欲しいので。楽しみ。あ、わかんない。でもあ、おめー。4回目いきます。どんどん難しくなってきたよ。うん、あと1個、絶対取る。欲しいんだもん。え、あ、よかった、ありがとう。ひまひまちゃん、よかったねっても聞こえた。ありがとう。ゲット。5回目、やってます。安定してるね。安定してる。
援して。頑張って頑張って。いける？本当に？本当に？ああ。いつもこういうパターン。ね。では今5回終わったので、ちょっと挑戦します。では次6回目やっていきたいと思います。パパが挑戦してくれました。すごい惜しかったね。3個いけちゃいそう。まだトリプルはないね。おすごい。あたらの2個でやっていきます。あ、よかったと思ったら嘘。ゆめちゃん狙って7件目いきます。ダメだ。初の？やります。いいんじゃない？いいよね、いいよね。うん、多分。あ、もうな。そうだ。8回目頑張って。お、よかった。本当よ、うんうん、ね、そうですよ、そうですよ、うんうん、お、よかったね、来たよね、猫取りかも、うん、ほんと、うん、ほら、あ、いいこと、うん、でもいい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 。あ、よかった、ありがとう。9回目いきます。頑張る。ダメだよ、絶対。あ、いた。おー、すごい。予想しない。ゲットです。いきます。いけたよね、うん、ほら、入ったもん。やった。おお、やった。楽しみ、開封が。やったー、ゲット。最後にいきます。何回目？10回目。うもちゃん、あ、やばい。最後に言う。行きます。見て見て見て。おー、ニコ狩り。イエーイ、イエーイ。最後に勝った。ということで、お互いママが何個？9個です。で、ひまが15個なので、ということで今から座ってね、開封していこうと思います。楽しみです。はい、バイバイ。では、今ここに来たということで、今からパッて魔法で出したいと思います。せーの、ピッ。ということで、今開封したので、今から温めてレモミニを生まれさせていきたいと思います。これは一個ずつね、森、サバンナ、砂漠、海、草原、雪原、峡谷みたいな感じで、うん、いろんな色があります。卵の色がね、こういろんな色があります。では今からここ温めていきます。どうやって温めるの？まずはこのハートのところを温めて、愛情を入れてね、温めます。紫だったハートがピンクに変わります。そしたらそこを押して、こんな感じで開くので、かわいい。生まれてきた。見て、かわいい。ひまはこの子です。じゃじゃん。耳があって、で、羽もキラキラ、ちゃんとかわいい。じゃじゃん、生まれました。見て、おそろいおそろい。温める温める。
きです。かわいい、どれもみんな羽がキラキラです。で、このウーマちゃんたちがママのウーマちゃんたちです。かわいいね。うん、みんな羽ついてる。うん、と、今はね、このウーマちゃんたちを開けてみて、この子が一番お気に入りです。じゃじゃん、この子です。なんかすごい、うん、エメラルドグリーンの色で、羽もピンクでラメラメなんですね。すごい可愛いので、この子が一番お気に入りです。他にはひまちゃんの声も可愛いと思わない？ほら、羽が生えてる、羽が生えてる。そしてところどころにピンクをあしらっていて、すごく可愛い。19番農場だって。あ、農場の卵さんね。牛さんだね。ね、ひまはこれが一番いいと思いました。タツノオトシゴちゃんかな。ひまちゃん好きね。そう、このピンク色バージョンの子が欲しかったんですよ。でもこの子が出たので、ひまは、まあひまじゃないんだけど満足です。それは海のね、卵だね。森の卵から生まれた子です。やっぱり森だけにね、こういうすごい綺麗な色使いと、でも尻尾がすごく太くてすっごい可愛い。で、必ずね、羽がついてるんです。かわいい。ねえ、かわいいよね。あ、いや、その子いる。お揃いでいました、ひまちゃんと。はい、というわけで今回はキシャラで以上です。今回はウーマミニシーズン2で遊んでみました。ウーマミニはとっても可愛くて、種類もたくさんあって、集めたくなっちゃうんですよ、今もね。ぜひ皆さんもいろんな種類のウーマミニを集めて、いろんな風に遊んでみてください。については概要欄の方にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。めくったらあるよ。そして新たなお友達のおとぎの森シリーズも仲間に加わったので、そちらもぜひ遊んでみてね。かわいい。新色の毛並みがカラフルですっごく形もかわいいし、名前も呼んでくれんだって。では名前を覚えてもらいたいと思います。と、まずお腹を押しながら頭を押して名前を言うそうです。いきます。ひまひま、ひまひま、お、ひまひま、お、呼んでくれた。言ったすごい、呼んでくれた。こんな風に名前も呼んでくれちゃいます。皆さんもぜひ育てて遊んでみてください。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ、また見てね。めっちゃ楽しいので、みんなも育ててみてね。かわいい。